くのですか、クエストですか、何だって私にお任せなのです。マスター、はい、やっぱりマスターにはお見通しなのですね。実はこの間からずっと気持ちがモヤモヤしているのです。だからおやつもあまりたくさん食べられず。この前セリスカとデイジーに会いましたよね。それからなのです。あの時最後にゼリスカは言いました。答えはもうレイちゃんの中にあるって。でも私には何のことかさっぱりなのです。いくら考えても。私は早く理想の関係になって、もっとマスターの役に立ちたいのに。おお、ニュースで見た顔がいると思えば、お前タイプ X だろ。ってことは、そっちにいるのは噂のマスター様か。いかにもひよっこって面をしてやがるぜ。マスターはひよこではありません。引っ込んでな。いくらレアだろうが AI なんぞ似合わねえ。俺様が会いたかったのはそっちのひよっこよ。いや、それよりチートマスター様って呼んだ方がいいか。聞いたぜ、お前ログイン初日に大会に出たんだってな。最初からそれ目当てみたいによ。そしてだ、ワープゲートでうっかり飛んだ先が偶然そこのアファシスの目の前だったんだってな。お前は迷わずマスター登録、上位ランカーの鼻先からそいつをかすめ取ったってわけだ。しかもその時上位ランカーから撃たれたのに、なぜか狙撃は外れ、あんたは無傷。ってふざけんな、できすぎだろうが。何がリアルラックだよ。んなわけあるか、チートだろ。そうなんだろ。ひどい言いがかりなのです。マスターはチートなんかしないのです。俺はお前のマスターと喋ってるんだよ。大体なんだお前その喋り方。他のアファシスじゃ聞いたことないぜ。バグでもあるんじゃないか。こそ何が分かるってんだ。分かります、マスターはすごいのです。ズルはしないし優しいし、それにとても努力家なのです。今強いのだってずっとずっと頑張って強くなったのです。それに私にお小遣いだってくれるのです。パーツだって探してくれるのです。悪いことなんて絶対絶対しないのです。
アファシスってプレイヤーにバカとか言っていいのか。なんだよ、AI に接しやがって。まるで俺様が悪いみたいじゃねえかよ。悪いのです。いや、それはでもよ、分かった。その、なんだ、悪かったな。あだよ。失礼な人だったのです。マスター、私はマスターがひどいこと言われてるのを聞いてたら、胸とか頭がカーッとなっちゃったのです。それで気がついたら急に言葉が溢れてきたのです。ゼリスカの言ってたこと、ようやく分かった気がするのです。マスターはずっと私のマスターで、私もずっと私だったのです。クラインとタイプ B や、セリスカとデイジーのやり方とは違うけど、理想の関係ではないかもしれないけど、私とマスターは私とマスターのままでいていいんですね。遠回りしちゃってごめんなさい、マスター。でももう大丈夫なのです。一緒なのです、マスター。あ、そうだ、マスター、いいことを考えたのです。せっかくいろいろ試したんだから、今後に生かしたいのです。だからマスターが言ってくれれば、いつでもご主人様って呼んであげるのです。それとも、ご要望にはお答えできませんの方がいいですか？あ、マスター、どこに行くのですか？ずっと一緒なんだから、私を置いていっちゃダメ。